今年はね、はい、FA がね、賑やかそうだね。結構いますね。この数年の中では、はい、一番、うん。それをね、はい、ちょっとどういう動向になるのか、はい、推測、推察したいと思いますけども。はい、タイガース、うん、なんと西、FA します。ああ、複数年契約が終わるんだ。はい。はい、もういろんなこの情報を総合すると、うん、はい、FA するのは確からしくて。阪神出るんですか。うん。うん、で噂によると、はい、ホークスか巨人ちゃうかっていう。へー、っていう情報が、うん、まあ、あの確かじゃないんだけどね、はい、情報が、うんうん、乱れてます、はい、だからね、ホークスかじゃあ、まあ、西はもう FA 多分するでしょ う, っていう、まあ、しかも欲しいですよね。それはもう欲しいよ、受賞 100%、うんうん、欲しい、うん、まあ、そういったところでね、うん、しかも終盤タイトルとかもひょっとしたら絡んでくるかもわかんないで投げなかったしね、うん、そういったところ見ても、そう、ね、うん、FA するんちゃうかっていうね、はい、ところも。であと岩崎と岩貞、はい、岩崎投手ですね、うん、そうだね、岩貞需要ありそうだね、うんうん、FA しても C ランクなんだ。しかも C ランクだからね、うん、まあ、するかどうかは分かんないけどね、はい、でも西は、はい、巨人、ホークス、うん、ちゃうかっていうね、はい、まあ、結構お金いるからね、うん、そこらぐらいじゃないと多分参戦。しかも阪神から FA するってなると巨人かホークスぐらいいかないと、はい、あんまりメリットないよね、うん、正直ね。そう、なんか佐藤さん結構阪神から出る意味あんまりこうメリットないよなっていつも、ね、だってお金もくれるし人気球団なのに、うん、はい、それより上回るとこじゃないと、うん、しかも主力だったこの、はい、ね、FA にもいろんな方があってね、うん、だから追い出されがてとかだったらあれだけども、うん、率先してってなるとね、はい、だからそれ自分を、活躍してるのにっていう、そうそう、自分を高く売れるところがいいから、まあ、西は、うん、巨人かホークスしちゃうかっていう、まあ、岩貞はワンチャンしても C ランクだから面白いんちゃうかってことね、はい、うんうん、カープ、野村、相澤、田中康介、堂林、西川、松山、長野、野間、うん、これは、はい、西川が FA するんちゃうかっていう噂です、ね、今年新規取得ですね、うんうん、もう超人気よ、はい、だって欲しいところで言ったら巨人欲しいね、うん、レフトもうね、はい、そしたらもう読売ジャイアンツカープになっちゃうね。レフト西川センター丸になっちゃう。はい。そうで、ね、でも打つよ。はい。でも本当。しか B ランクでしたの。うん。阪神も欲しいね西川。うーん。レフトもね。はい。まあロハス守ったりしてて、うん、確実にレフトで入ってくるから、はい、欲しいんじゃない西川ね、うんうん。あとはドラゴンズも欲しいね。ああ。レフトいないからね。そうですね。うん、セリーグで言うと。うんうん。であとはそうだね、オリックスとかもね。吉田正尚が DH でもいいしね、はい、そっか、そうですね、うんうん、あとは、まあ、楽天は左に芝内とかもね、はい、いっぱいいるしね、外野結構今いますね。ホークスも欲しいんちゃう西川。あレフトも別にね、はい、ブラシャルとか外国人で誰っていないからね、うんうん、でまあ、西川はライトとか外野守れるからね、はい、で西川は西川がホークス行ったらやばいね。あ、そうですね、うん、であと野間がねなんかちょっと怪しいね、はい、思想、FA、でしかも C ランクだから、はい、野間も今年打ってるからね、はい、しかも C ランクだったら、うん、それこそ今挙げたチームも含めて、はい、いいんちゃうね、うん、そうですね、人的保障とかがいらない C ランク、うん、そうそうそう、これ大きいよね C っていうのは、はい、西川がね B ランクだからね、はい、I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your good-